はい、どうもロイズでーす。スバルでーす。ミラでーす。ボダイでーす。トマヤです。今日はね、はい、お家の中でも、うん、できるゲームをしよう、うん、今日やるゲームはこちら、はーっていうゲーム。懐かしいね。これ一回ね、インストイベントでね、うんうん、僕らやったことあるんですけど、 ね、その時も大盛り上がりしたんですけど、このはーっていうゲームはですね、今言ったはーは怒ってる？怒ってる？それとも監視している、与えられたお題を声と表情だけで演じて当て合うパーティーゲームでございます。ゲームの概要はお題カードをこちらですね、1枚選んだら、うん、アクトカードを使って各プレイヤーにお題のシチュエーションを割り当てます。各プレイヤーは自分に与えられたお題を声と表情だけです。身振り手振りはダメです。声と表情だけです、はい、で演じ、他のプレイヤーはどのお題を演じているか投票します。全プレイヤーの演技が終わったら正解発表です。正解したら投票者と演技者の両方に得点が入り、最も得点の多いプレイヤーの勝利となります。なるほど、ね、じゃあ、はい、はぁってもう首を傾けるとかもなしというかね、本当にこうやってありをしたのはありですね。首から上ってことだよね。そうです、うん、身振り、そうだね、こういうのでこう、うん、こうってなみたいな感じになったらおかしいよってことで、これちなみに歯以外にも寝顔とかウィンクとかヘイもあるかもしれない。さあそれやっていきましょう、はい、ライズチャンネルいきましょう、うん、じゃあお題出します。ババン、プー。お題こちらです。プープー。じゃあからやっていく。じゃあやっていきます。いきましょう。プ。ああ。じゃあ次僕ですね。いきます。はい。プー。わかるわかるわかる。今の前。思いながらなくて。演技だよ。じゃあ僕いきますよ。おお。もう一回やって。おお。あれかな。いや、どうやるのかな。じゃあクエさんですね。いきますね。ブー。え？いや。いや、あ、いや。でもクエやったらもっとき。いや。どうかな。僕演技うまくないです。え、婚約者。大丈夫か。じゃあ、俺からいくね。え、怒ってのブー。怒ってのブー。だめっちゃ眉間にシワ寄せてやってみて。正解。正解。正解。とはここで1ポイント1ポイント1ポイント。なるほどね。3ポイント3ポイント。うわ強っ。じゃあ続いて僕いきますね、はい、僕はこちらです。いい、いい、力抜けてのブー。イエーイ。これは皆さん正解が、あ、みんな正解。あら、ポイントの全然これ異次元シーンに3ポイント。もしかして映像的に全然面白くないやつ。こっからバグっていくんちゃう。あ、そうね、そうね、そうね。ちょっと前に行きましょうか。うわ、H でした。フグランデのプー。フグランデのプー。あ、僕正解です。もう正解ですね。俺も正解だ。あれあれあれ大丈夫このゲーム大丈夫あれデッピーな、まあ、多分あれです D。 え D。 え、そういうとこあるよ。あ、でもこっちか。え、でも僕 D やってる。おかしくてのプーやわ。え D なの。 G じゃない。やんな G。 ラッパのプーやと思った。ここが1ポイントずつ。うわ、悔しい。あと2回くらいやりますか。そうでしょう、はい、ババン。笑い声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 ね。なるほどね。いいね。これやってもいいになりそうなの。気持ち悪い。じゃあ、やる。俺からじゃあ、やるね。はい。はい。キャッキャッキャッ。結構これ、自信ある。いきます。あああああ、はい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 。じゃあ、トマヤさんお願いします。なんか、普段聞かれないと思われるすぎて普段聞かれない。はい、僕ですか。はい、トマヤさんです。いきますね。ありがとう。いや、俺も多分これやろうな。あ
はい、それましたね、それましたね。じゃあまた、これから発表していく、お願いします。じゃあごめん、 C、 あー、赤ちゃん、赤ちゃん合ってる、合ってますわ。赤の助合ってます。赤の助、ありがとうございます。あれ、じゃあ、続いて僕ですか。はい、こちらです。D、 え、 D、 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 全然違う、 B、 え、え、あーちゃん、あー、え、クイの D やった。俺 B やった。俺も B、 お嬢様。あ、お嬢様、あ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 、爽やかな笑い声、あー、それ僕はなんか、あ、0点です、0点です。大丈夫です、ごめんなさい。G ですよね、ですよね、人をバカにして笑う声、G です。そう、もめて絶対普段こんな感じで笑わんのよなと思うよね。おめでさん、はい、出す。エッチでした、エッチ、エッチ、違う、そういうことか、当たった。キモいなと思って、もう気持ち悪いなと思ってた。我慢してる方やん。キモいやったらもっと分かりやすいやん。なんかね、クイナ一回止めたやん。そう、ふって止めてから、我慢してる、うん、なるほどね、なるほどね。マネージャーに選んだもんね、最後。じゃあ、おもろいやつあったロイズチャンネル。はい、ということで、マネージャーがテレビ向けに厳選してくれたということで、はい、お題の方には行きたいと思います。バン、ウィンク、あー、地形ね。ちなみに皆さん、普段ウィンクします？ウィンクしないね。することある？俺ぐらい。ライブ中、ライブ中とかも。あ、そうなんや。メンバーにもしてる？たまにしてるよ。たまにしてるかも。ああ、スリーツーは言うね。え、学生みたいな、ほんま。スリーツーワンって言われて、三二一。ああ、なるほどね。なるほど。もう一回したいかも。いや、なんかあれやったなと思って。いきます。三二一。あれかな、たぶん、いきます。3、2、1。ウィンクってやっぱこう やらへんとできないよね。両目つぶっちゃうよね、筋肉が。じゃあ、トメさん、3、2、1。顔がシワシワすぎる。そうだよね。めっちゃわかりやすい。当てに行きますよ。当てに行こう。これプライベートでウィンクってすぐなの？うまいし。いくよ。3、2、1。もう、はぁ、いくよ。はい、3、2、1。え、したよ、今。したよ。ほんまに？ちゃんと文字読んでよ。ああ、ええ、僕、これダメなんですよ。もう一回やってく。もう一回、もう一回、もう一回やってく。もう一回、もう一回。いくよ。はい、3、2、1。おぉ、えって、分かりづらかったかも。やらかしてるな。もう置いたやつを置きたいもん今。ヘイヘイ、はい、よし、ということで整ったので、はい、小田さんの方から回答のオープンお願いします。いきます。 B、 え僕正解してる。ほんまに G じゃないの？え、俺も G やろ。 G ってどれ？かわいい、かわいい、かわいい。2回目やり直したので、あ、そういうことねってなった。え、だって色っぽいさ、ウィンクってことはさ、いわゆるその何、動物的に本能的にこう、まあ、いざなうぐらいのこう、なんか、あー、みたいな感じのウィンクのアピ、セックスアピールってことだった。そう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 、だから本当にトモヤはいざなわれ。そう、いざなわれ。トモヤは僕、気づいた、誘われてる。あー、伝わった。あー、なるほど。でも俺もこれ見た後に、いや、可愛いと被うかもって思っちゃったのよ。なるほど、色っぽいウィンクってな。むずいよね。OK、 OK、 じゃあ僕いきますね。こちらです。バン、分かってるなのウィンク。
これ A だってんな。かっこいい、ね、合図ですね、合図。かっこいい、かっこいい。ここが B だってんだろっつって、スバルの方が色っぽいやろ。おお、伊沢の中に言うな。で、みんなは何しろ A で、かっこいい。またね、結局で言ってんじゃん。止めくらん。はい、じゃあ、ともやさんお願いします。僕は多分みんな分かったと思う。 D だもん。下手くそなウィンクですね。あー、ありがとうございます。ありがとうございます。これ全員正解ですね。全員正解です。ありがとうございます。やっちゃえば全員。はい、じゃあ皆さんお願いします。はい、 H です。ね、もう H はですよね。もう使っとったんですよ、 H。 H です。イエーイ。いや、これでもこれ俺ちょっと色っぽい、2回目にやったやつかな、うん、これすげえ色っぽくて、うん、そう色っぽいかなと思ってちょっと迷っちゃったけど、ベッドに似合わないと H しようって言われてじゃあ最終問題ですかね。はい、はい、ポイント2倍。ポイント2倍。そんなことやっちゃう全然いいと思いますよ。しよう、しよう、僕らっぽい。これはこちらになります。うわー、なるほどね、なるほどね。はい、じゃあサービス精神旺盛なマネージャーですわ。おお、嬉しい。これ僕よし、ということでテーマは好きでございます。大台さんからよろしくお願いいたします。いきますね。好き。なんなんやろな。ええ、ね、薄いな、薄いな。あ、もうええ、お前難しかった。俺多分結構これ、え、もうどう考えてもあれしかねえ今日。もう一回、もう一回、どっちかもう一回やろうか。表情見といてな、みんな。いや、服と相まってなんか究極。はい、じゃあここですかね。はい、緊張するな。好き。好き。好き好き。どっちかやな。いや、どうだ。分かった、分かった、分かった、分かった。じゃあ、すごい、すごい、すごい。じゃあ、言いますよ。はい、好き。え、これは俺分かったぞ。じゃあ最後は、最後はフィナンスですね。じゃあ皆さんお願いします。いきます。好き。いや、これさ、どう自分の、これ難しいね、これ。オーケー、はい、次がね。じゃあ僕からいきます。 G です。え、あー、ですよね。 G、 めっちゃ気持ち悪いと思う。だって気持ち悪いと下心ってさ、まあ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 、セットやん、これは分けたらあかんって。これピアやん。言ってもらう。バイヤーから2点。あ、やった、やった。これ2点。じゃあ、こちらです。いい、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 いい。あー、俺間違えてる。やつやん、お前も間違えてる。それ、また正解。やっぱ大根やわ。気持ち悪いです。そっちか。やったー。そっちが下心だと思ってんなー。 H でーす。 H でーす。ってことはクイナが2点の、コーディが2点の、国4点もらって。あ、勝ち。じゃあ一番俺的に難しかったかな、クイナ。お願いします。 B です。あ、キャスラっぽくいったな。ようやく分かった。うわー、分かってくれた。 C やったなー。2点、2点。ロイズチャンネル。はい、はい、ということでハーっていうゲーム、お疲れ様です。お疲れ様です。皆さん、ポイントの方を、じゃあ、高台さんから発表してください。17点です。僕、11点。僕も17点です。おお、16点でした。おお、頂上決戦。頂上決戦。頂上決戦する。じゃあ、スバルとクイナにカード選んでもらう。ああ、いいよ。はい、ということで、はい、頂上決戦でございます。はい、決勝戦と小林さんの決勝戦です。はい、お題はこちらです。顔、表情のみ。これ結構引くカードによって結構難しいよ。むずくね。積んだかも、無理かも。これ、小林さんからいきますね。どうですか。3、2、1。さっきその顔してるよ。ずっとその顔やってる。ずっとその顔してるよ。下心ある顔。じゃあ、トマヤさんですかね。お願いします。3、
当てるの自信が両方当てたら一生続くじゃあ、小林さんから解説をお願いします。 C、 美味しい。あ、そっちやったのか。当たってるぜ。当たってるやん、すごっ。迷って B やったわ。とろけそうな顔。マネージャーは A。 好きな人を見るか。あの顔で見られない。ちょっとあの顔でって言ってめちゃくちゃ普段のインスタとかのスマイルと言って。じゃあ俺の全力やで。ちゃん許して。傷つけたいわけじゃないね、俺も。イメージ、もうこのフックで傷ついてるのにさらに傷つける。すいません。いや、いい。じゃあ僕発表しますね。お願いします。 F です。我慢してる時の顔です。僕 F です。僕も F です。 F です。うおー、パーフェクト。これは僕の勝ち。僕が1位です。さあ、元気よ。顔ちなみに、とろけそうな顔ってくれ。いったライズチャンネル。さあ、ということでね、ハーっていうゲーム、これ結構いろんなね、種類まだまだやってないんですけど、いろいろあるんでね、すぐね、楽しいと思うんで、ぜひ皆さんもやってみてください。家族とかでやるとね。ああ、そういうことね。はい、ということで、この、ハーっていうゲームが面白そうやな、こいつの表情良かったな、可愛いなと思ったら、いいね、高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方も、よしよし、お待ちしております。じゃあねー。